れるところは宇賀川行きだ。宇賀川の河口から川を登って森に入って演習する水陸両用車で、米軍にとってはこの宇賀川が欲しかったんだ。宇賀川が欲しかったから北半分を返しましょうって言ってる。新聞で実はあの返還される北側の板地林と G 地区 H 地区と同じぐらい価値があるよって、これは間違い。 G 地区 H 地区は森はずっと貴重な生物がたくさん住んでる。これがここにオスプレイパッドができて壊されるともう世界自然遺産にはなれない。どこの世界自然遺産が考えてみ、国立公園でもそうだよ。隣でオスプレイが飛んで隣は国立公園だよとか世界自然遺産だ、遺産だよというところがありえるか。あ、どこもない。3月から6月までは野口ゲラやヤンバルクイナが放卵時期で孵化する時期だから音の出る工事はしないと言ってる。だけど7月になったら始まった。それは野口ゲラやヤンバルクイナなどが放卵時期だからじゃないんだ。これは防衛省が自分たちはこういう貴重な生き物を守るために工事を止めているよというジェスチャーだけだ。今でもここにはヤンバルクイナや野口ゲラがいるぞ。飛んだらこっからは野口ゲラやヤンバルクイナはみんないなくなる。何も卵を抱えて産んで孵化する時期だけが大事じゃないぞ。この森そのものが世界の宝だ。世界の学者は2010年の生物多様性締約国会議 COP10 と言われた。そこでヤンバルの野口ゲラ、ヤンバルクイナ、ジュゴンを守るようにと言って勧告出した。ここだけじゃないぞ。国際自然保護連合 IUCN、これが3度も日米両政府に野口ゲラやヤンバルクイナ、ジュゴンの保護区域を設定し、やれ、勧告出してるが、聞く耳を持たない。聞く耳を持たない。最後、ここは世界自然遺産に適するかどうかというのは、IUCN が調べてお墨付きをあげる。3回も日本、日米両政府は勧告に従わないんだから。北半分返されたところでこれは絶対に世界自然遺産になれない。国立公園にするのは今これから計画している N1 G 地区 H 地区のオスプレイパッドを作るための餌だ。そこを作るために国立公園にしましょう。餌をまいた。それにうまく国頭村や東村の村長が乗っかったし、やがて知事も乗っかるかもしれんが、尾長さんはこれまでやったことを一貫してノーだと言ってきた。あのね、マイクもいいのが来たのでもう少し話するかな。皆さん、こいつだ、こいつだな。おい、県外から来た機動隊、それから沖縄県警、それから警備の皆さん、この森というのはいいか、今世界自然遺産は2205カ所ぐらいある。この中で沖縄には、日本には世界自然遺産が4カ所ある。で、4カ所あるが、この中で一番自然度が高くて、
学術的価値が高いのはやんばるの山と言われてきたんだぞ。このやんばるの山、2003年に世界自然遺産の候補になったが、なれなかった。まだなってない。一緒に候補に上がった知床が2005年になった。2011年に小笠原がなった。その中で一番優れてる、なんでやんばるがなれなかったか。大きな理由は、この北部訓練場だよ、北部訓練場。北部訓練場は、皆さんが今やってるように、米軍基地をずっと強化してきてるし、米軍基地は日本政府の法律が適用できない。世界自然遺産になるためには、そこの国の法律で守れるという保障がないと、世界自然遺産にはなれない。世界自然遺産になるよ、国立公園になるよと、沖縄の人を騙してるが、絶対なれない。今みたいに、やんばるの森にこれまでのない、砂利を入れたり、砂を入れたり、異物を入れる生態系は駆除に変わっていく。そうなるともうやんばるの森じゃないぞ。あんたたちはそういうことわかるか。そうなったら世界自然遺産には絶対なれない。なれないときにあんたたちはこの責任持つか、取るか。うん、あんたたちはもしこのやんばるの森が世界自然遺産になれないときはあんたたちが責任取るか。うん、71年間も沖縄を踏み台にして食い物にして、あんたち県外の人たちは生きてきたが、またここで沖縄を食い物にしようとしてる。沖縄の人たちが心の支えであり誇りにしてきたやんばるの森を壊そうとしてる。これが許されることか。うん、もう少し胸に手を当てて考えてみ。なんで沖縄だけがこういうふうにされんといけないの？うん。このスプレーパッド。触らないでください。肩持たないでくださいよ。ちょうど栄の集落を取り巻くようにやってるんだぞ。なんでそういうふうにやるんだ？今でさえもあの N4 の2つができただけでも地元の人たちは眠れん、睡眠が取れない。子供も学校休んだりする。しかもあの飛び立つ時の排気、これは300度近くになって草を燃やしてしまう。やんばるの森は植物一つ一つそれぞれ価値があるんだぞ。車両通ります。しかもこのオスプレイパッドはアメリカが外国と戦争するだけ時の使うものだ。そういうものを皆さんが先頭に立って作らすというのは、あんたたちは日本は独立国家、アメリカの属国だろう。アメリカに兵兵してアメリカの声は聞くが、沖縄の声、国民の声は全く聞かない。安倍晋三なんていうのはおかしな耳を持っていて、我々県民や国民の声は耳に入らない。アメリカの声は小さな声でもすぐ入ってそれに従う。これが独立国ね。もう少し大和ん中よ、誇りを持ちなさいよ。あんたたち今やってること自体が恥ずかしいことだよ。電波取るのに変動が来たら邪魔かな。アメリカの基地を作るのに躍起になってるんだよ。あ、大丈夫、ありがとう。もっとね、自分がやってる仕事が何なのか少しは考えて、
仕事だからしようないよと言ってるが、生活があると言ってるが、私たちは命があるんだ。私たちは命を守るためにやってる。あんたたちは生活を守るためにやってるかもしれんが、僕らは命を守るためにやってる。はい、山内さん交代。なあ、ここに怒りと。今喋っていたのは、この北部にある熊川という川を、吉安さん。はい、川崎通信を破りて、県民の怒りに燃える島、沖縄よ。我らの祖先が